はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、皆さんすいません、まず冒頭ね、ごめんなさい、これ僕後でじっくり見てたら、もうちょい下ありました、ごめんなさい。追撃、マイさんのね、新 SSR のマイさんなんですけど、追撃濃度これ下がありまして、今多分ねコメントで書いていただいてるかもしれない、ごめんなさい。今ちょっとこれ連続で撮影で撮ってんだけど、これ気づいたわ、すいません。この下もありまして、特殊弾薬の状態の時、対象の敵に遠隔攻撃の体術 80% と足止め付与をさらして、さらに強化弾薬状態の時、敵全体に遠隔攻撃の体術 70% と非ダメージ 30% あったわ。これ強い、これ普通に強いです。味方がコマンドスキルまたは必殺スキルで敵を攻撃した場合に 40% の確率でこれが発動するんですよね。で、強化弾薬状態の時のマイさんで、要は常に強化弾薬の状態にしといて、で味方が攻撃するたびに 40% の確率で敵に全体に2ターンの間非ダメージ 30% をつけることができる。まあ多分重複すると思うんだよね。だから撃つたびに 30% が多分かかってくるのかな、重ね掛けが多分できると思うんですけど、それちょっと今日ちょっとやってみたいと思います。これ普通に強いかも、いや分かんない、まだ分かんない、確定はできないんだけど、いやだとしたら本当に申し訳ない。ちょこれ EX で、はい、 EX でいきます。あ、まずちょっとこっち行こうかな。で、その次 EX やります。はい、で今回はマイさん、この SR のマイさんではなくて、どうしようかな、どの編成で行こうかな。あんまり強くしすぎると良くないんですよ。良くないことはないんだけど、あんまりね、その、あ、枯れ気中とかどうなの？めんどくさいな。あ、違う、枯れ気中で、で、ここ、さきちゃんで交換するって感じだね。いつもありがとうね、ごめんね、さきちゃん。で、今回、サブ外して、で、サポートにですね、舞さん、舞さんの方をフォローさせていただきまして、今回こちら、二凸だよ、しかも、すげえ！舞さん、セクシーだな。で、こんな感じでいきたいと思います。で、まあ、なんでもいいというか、これでいいかな。あ、でも、磁力なるべく打ちたいな。うん。これでいいか。あは、OK、あは。よし、いきます。で、40% の追撃が、強化弾薬の時だね。強化弾薬状態の時に、強く、40% の確率で敵全体に非ダメージデバフをかけることができると思うので、あ、そっか、これいきなりこっちか。あー、まあまあいいけど、できればまあこの後 EX やるんで、この後 EX やります。はい、やんのかでめー、風なぐいさん、しろさん、怪しみ、この程度か、この程度です、そうです、この程度です。まあこれ打っちゃっていいか。で、やんのかてめえ、やんのかてめえ、風なぎ、指導を、怪しび、はい、で、よし、さあこれでありがとうね。さあ行きます、マイさん、こっからなんだけど、まあ追い風しちゃう。で、モキューブラでいいかな、モキューブラ塚本でもいいけどね、ちょっとデバフを見たいから、ちょっと塚本にするわ。で、ここで枯れ基地打ちます。で、オートで追撃できる。あ、でも待って、今まだあれだ。強化弾薬じゃないから、まだ打たんでいいわ。まあ一応塚本打っとこう。で、まだ怪しびでいいかな。で、強化弾薬。これ。これで3ターンの間、強化弾薬、することがで、になれるというか。リロードリロード、これ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 。これリロードがやりたくてさ。で、これで今追撃したじゃん、追撃したんだけど、これ相手ちょっと風投げにしますね。ちょっと待って、今のところが、受けるダメージが 30% 増加の1個だけ、で次僕が見るときはこれが消えてる状態だから、何にも、消えてる状態になるはず、次が僕見るときは。だから次僕が見るときのデバフはこのターンにかかったデバフなはずなんで、攻撃します。で、塚本もちょっとやらない、指導で、これ枯れ基地にしようかな。で、ここでリロード、いや別にリロードしなくてもいいのか、3ターンの間だもんね。弾薬状態付与3ターンつくから、まあでも一応でも 40% 追撃率は 80% だよね。あ、 80% 上昇できるんだったら絶対これだわ。で、しかも2ターンか、2ターン3回、え、めちゃくちゃ強くねえか。じゃあこれ、じゃあこれ射撃でいいかな、2ターン3回だから、そうだね、 80% の確率。まあでも一応強化弾薬しとくか、次のためにも。いや、めちゃんこ強い、これ風なぎで 80% の確率で、あれあれん、80%強化弾薬、あれ
あれ 80%、 あれれ、ちょお待ちください。ちょっと待ってね。もう一回塚本いきます。塚本射撃、はい、風投げ、追撃は、はい、追撃、あ、コマンド追撃、あ、追撃、あ、どうだ、これで2回かかってればいける。まあやられちゃう、ごめんね。ちょっと今回ちょっと試したいだけなので、ちょっと待ってね、これで、ちょっと待ってよ、追撃がうわ、かかってる、受けるダメージが 20% 増加、あれ、受けるダメージが、あ、追撃が、ちょっと待ってよ、え、どうなんだ、ちょっと一回抜けるわ。なるほど、ちょっとあれだね、 EX5 でやろうか。うん、 EX5 でちょっとガチでやります。いやー、わかんないな、追撃率が 80% になるはずなんだけど、ちょっと待ってね、もう一回これ見てみようか、一回。味方側コマンドまたは必殺スキル、近接遠隔で敵を攻撃した場合 40% の確率、これが 80% になってるってことよね。同じ敵に遠隔攻撃の体術 60% で、これが強化状態の場合、敵全体に遠隔攻撃の体術 70% と被ダメージ 30% アップを、付与することができて、でこれ強化弾薬の場合だと、自身が強化弾薬状態または特殊、かつ追撃率 40% の時、追撃率を 80% に上昇させることができるはずだから、ちょっと運が悪かったってことかな、さっきのは。で問題はこれを重複し続けることができるのか。でもさっきこれさ、ひだめに 30% アップって書いてあったんだけど、 20% だ、あれだよね、ももちゃんのデバフだよね今のって。どうなんだ、重複は今できてなかったっぽいけど、ちょっとやってみ、もう一回やってみよう。今度は EX でいきます。で編成はちょっとちゃんと、五条先生デバ、あ、そ、あ、そっか、こい、待って、でもこれ天野坂岡でいきます。デバフかかんなくなるわ大丈夫かなこれ、ちょっと分かりづらいね。今度もう一回こっちでいきます、ごめん。で五条先生でデバフかけ続けて、うん、これでいきます。倒しすぎ注意だけど、でサポートが舞さんですね。いやでもこれ普通に強いかもしれん、舞さん。このオートスキルの追撃をもうしっかり見てなかったのがいけない。あ、再生ボタンまた押しちゃった。はい、スキップです。では参りましょう、よろしくお願いいたすぞ。どうなんだろう、ちょっとまだ何とも言えないな。ローゼス様のために、はい、そうですか、サスケ君。舐められるの、まあまずは最初は、加減してやらねえぞ。最初はじゃあちょっと最初はね、や、あの決まり事ですので普通に行きますね。収束と打撃で、その程度か、違うです。あれ、引きつけてるはず、あれ、あー、そっかごめんちょっとダメ、五条先生が引きつけちゃった。そうだった、これ隠された能力って言ったらあれだけど、そうだ、引きつけれるんだった、しっかり忘れとったわ。大丈夫かなこれ大丈夫、あ、スタンしちゃった。これちょっと厄介なんだよね、スタンするとですね、これ、まずいですね。サキちゃん以外も攻撃するんですね、ありがとう。あ、これ2ターンかな、2ターンの間引き付けか、だったら大丈夫か、無限の収束やんのかてめえ。これで多分やられるので、ごめんねさきちゃん、ごめんね。でちょっと僕の余分なプレイのせいでかなりダメージを相手に与えてしまった。バカーン、なに、硬い、硬すぎる、硬いよママ、硬すぎるこの人。ちょ、無影打っとくわ、ダメージ受けたくないから、あ、てか相手に与えたくないから。これで、はい、ヌエがいっぱい来る。で、スタンしちゃう。痛い、それ痛い、やめて。ダメ。それはダメだよ、カイジ君。よくないよ、カイジ君。風投げ、無限の収束して、で、強化弾薬、リロード、よし、風投げ。あ、追撃来た、今で、あ、違う、今、強化弾薬中じゃないから意味ないんだよね。これで、リロードして、これで今、強化弾薬中だから、追撃が来た瞬間に、痛いて。やめえや、それは。ダメ。それはダメって言うとるでしょ？なんでそんなことするの？ダメでしょ！目！行け！塚本！で、あ、来た、追撃！ほら、火ダメージアップ入った。で、もう一発強化弾薬、ドーン！火ダメージ。でどうですか、次もう今 80% で入ったね、結構早めに入ったんじゃないこれ。火ダメージ 30%、
受けるダメージ、受けるダメージ 30%。 まあでもこれはあれなんだよね、追撃2回やってのみたいな、追撃2回やってのが塚本、一応ちょっとこれやられたくないからで無限の収束で、今これ 80% のはずだよね、2ターンの間3回だから、つい風投げきた、これで1回、もう1回来い、もう1回来い、もう1回来い、無限の収束、もう1発、もう1発、もう1発、追撃、あー来た。さあこれで今2個デバフが 30% かかってれば、どうだ、これで受けるダメージが 30%、 うわー超受け、あつえー、今これ2つだ、これがももちゃんの、これがももちゃんの風投げでしょ、でこれが受けるダメージが 30% 増加が、これマイさんの追撃2個だもん、今必殺技ってか通常攻撃しかマイさん打ってないから、強いわ、いや強いです、ごめんなさい、これはちょっと本当に先ほどの動画は参考にならないと思う、追撃下の方見てなかったので本当に申し訳ない、じゃあこれ可愛く叩き直すしとこう、塚本しといて無限の収束して、ちょ、あ口の利き方教えてあげる、見とこうかな、これせっかくだから、選択した時に被ダメージ 80% で、しかもなんか書いてあったね今、ちょっと待ってね、しかも追撃率 100% 追撃確定で2ターン6回、待って強いわマイさん、お強い、ごめん、これちょっとすごい、私はミスをしていましたね、とんでもない、とんでもないミスをしていたと思います、これで確定、100% 確定でしょ、あいいね、ももちゃんとマイちゃんって言ってたね、あいいわ、でそしてこっから、塚本して確定よ、これ追撃確定で、被ダメージアップで、で追撃確定でしょ、追撃確定でデバフが、80% 増加の30 30 30、重複します、これは準備はいいか、ギザヤバシ、ギザギザヤバシ、塚本これ 100% でしょ、追撃はいバーンで無限の収束で火力が上がってんで追撃バーンで強化弾薬バーン、もう常にまあ30 30 30、受けるダメージ30、あれでもこれ30だな、あれあれ大丈夫かな、ちょあれなんかあれなんか追撃2回もかかんなかったっけ、あれ大丈夫か、ればいいのき、ああれか、切れたのか、もしかして切れ、あ強化弾薬中が切れたのか、これで今もう1回多分なったんだ、回数だからねあれ、いやでもこれ普通にマイさん強いわ、使ってて追撃がやばいっす、はい、追撃でデバフをかけることができる、まあでもそのアタッカーではないし、あとあれだね、その効果時間が2ターンっていうところが、まあもちろん強いよ、あ普通に強いです、普通に強いんだけど、効果時間2ターンなんで、だったらそうね、その常に重複かけれるゲトースグルとか、まあでももちろんゲトースグルはフェス限ではあるので、あれなんだけど、いやでも普通、いやでも強い強い強い、マイさん強い、これが全てを解決しますね、安定、しかも必殺技も 80% をデバフかけれてんで、追撃確定なのが強いね、2ターン内で6回で常にこれリロードして、基本的にこれを多分すると思うんだけど、強化弾薬付与してでデバフをかけ続ける、はい、いいと思います、これ非常に、であこっちか、これか、20% って、ごめん、ももちゃんのあれだ、風投げじゃないわ、自身が強化弾薬使用時スキル変化して敵全体に遠隔攻撃の耐術 120% だ、で今見てもらって分かりづらかったかもしれないですけど、今は、ね、1体だったんであれなんだけど、全体にいるとこれ全体攻撃ですからね、敵全体に遠隔攻撃で、さらに追撃も、強化弾薬の時に敵全体に、被ダメージ 30% だから、学長のガクガンジね、ガクガンジのその水素の音じゃないよ、磁力の音がこのリロードすることによって常に何回も打てるみたいなもんですね、でしかもまあ磁力は25なんだけど追撃があるから、いやこれ強化弾薬3ターンだもんね、3ターンの間とりあえず味方が攻撃したら、まあ、強化弾薬中の場合はまあ、これを打てば 80% に上がるんで、何回かそんな毎回打たなくてもいいからさ、いや欲しいな、これ追いたい、マイさんちょっと追いたくなってきた、これ普通に強いっす、うん、幻デバッカーで、さらに、デバフで
何回もかけ続けることができるというデバッカーで、必殺技も強いし、あーなるほどね。いやこれはちょっとあのマジでごめんなさい、これ多分コメントで言ってくださってると思うんですけど、追撃のこの下本当にちょっと見てなかったです。ここだけだと思ってた、うん、完全にだからうんって思ったけど強いですね。はい、ぜひちょっとあのこれはあのぜひそうだね、参考になるかわかんないんだけど、あのしていただければなと思います。はい、というわけでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様さ、バイバイ。